リーグ戦が再開しました。まず今日の試合振り返ってください。アジア大会があって、代表組はいない期間が長い中で、この1週間でその穴を埋めるっていうのはなかなか難しくて、前半は相手に主導権を握られて、なかなかいいリズムを作ることができなかったんですけど、ハーフタイムで自分たちでもしっかり話して、立て直せたことが後半のゲームにつながったのかなとは思います。今日もみき選手とのいいコンビネーションでチャンスを作っていましたが、もみき選手とは練習から何か話していたことってありますか？もみちゃんは結構中に絞ってくるタイプの選手なので、そこは中に入ってきていいよっていう話をしてて、そこのバランスを自分がサイドに開いたり、リサを上がらせたり、そういう3人の関係っていうのは試合前から話して、いいバランスで作っていこうっていう話はしてました。次節はひたちなかで野島戦です。こちらホームゲームです。意気込みとサポーターの皆さんへメッセージをお願いします。野島は本当に今シーズンは調子が良いチームで、一人一人の選手が本当にハードワークをしてくるので、自分たちもそれに負けないぐらいハードワークをして、やっぱりここからまた一段ギアを上げて、前半戦とは違うベレーザを見せられるように頑張りますので、ちょっと遠方にはなりますが、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。